デビューしたのは2001年5月の27日ホームカルデロンでのレガネス戦です。その1週間後6月3日のアルバセーテ戦で、まあ、2部でしたがプロ初ゴール。まあ、このアンドレス・イニエスタは1984年生まれの同級生。プロ代表の2008年ユーロだけではなく2001年の U16 のユーロ、2002年の U17 のユーロ、この2つの大会でイニエスタとトーレスは共にスペイン代表として優勝しました。この人は実は非常に勝負強いストライカーです。2008年のユーロを含めた3つのユーロで 1-0 の決勝ゴールは全部彼が決めました。その勝負強さは2012年ユーロ、まあ、史上初の連覇を達成した決勝でも健在で、まあ、イタリアの指揮を削ぐ3点目を彼は決めています。キャリア通算767試合262ゴール、日本でのキャリアも含めてこれだけのスタッツを残しました。アトレティコマドリードのアイドルであり、その後イングランドに行ってマージーサイドのアイドルになりました。この3人がユーロ2008年、ワールドカップ2010年、そしてもう一度ユーロ2012年、優勝を分かち合った3人です。 OK OK OK、まあ、怪我でちょっとビジャ離脱してましたが、なんか福田さん、このゲームに合わせるようにも、ね、いやもうそうだと思いますよ、ね、特別な思いを持ってこれに合わせてきたのかなという感じはしますけどね、はい、まあそれにしても豪華なスリーショットですね。ですね、はい。までイニエスタへ、はあ、そしてダイレクト、どよめきましたトススタジアム。古橋、田中近寄ってきた、田中純也の左足、強烈ですね。ちょっとまさに田中純也の左足、イニエスタの大きなパスから古橋田中で3対0です。ちょっと度肝抜かれましたね、このプレーね。ここからのイニエスタのワンタッチのパス、見事ですね、これ。浮き球だけどワンツーですね。はい、古橋に出した後。これ田中純也もですね、うまく左で蹴れるようなところにこう寄せてってですね、左サイドにスペースを作るような形を取りましたよね。で、左利きだっていうのは分かっていて、古橋がそっちに出したと。瀬川運んでいく、スピード上げます。瀬川、真ん中江坂、左オルンガ、右から江坂、クリスティアーノも来る、オルンガ仕掛けて、オルンガのシュートだー。シャルツソン、いいタイミングで上がってきます。戻してクリスティアーノ、ダイレクトクロス、高いボール、オルンガヘッド。福岡から金久保です。江坂のチャージ、金久保、あー引っ掛けた、シャルツソン、オルンガへ、オルンガ、オルンガ、オルンガクリスティアーノへ、クリスティアーノのクロス、中央へこぼれ球、高橋つないで、オルンガ、オルンガいいとこに持ち出して中を見る江坂、江坂、江坂かわして江坂、自分で行った江坂、こぼれ球、江坂がまた真ん中来る、それを取りに使ってもう一つ後ろ、瀬川、オルンガが後ろから入ってきて、オルンガだー、マテウス・サビオ折り返してクリスティアーノ、うん、よく触った清水、クリスティアーノのクロス、後ろからマテウス・サビオ。後半のアディショナルタイムは2分の表示です。一気に前線、オルンガだー。
抜けた、右からクリスティアーノ、オルンガが行って、オルンガが行って、オルンガが行って、オルンガ一人で8点。我々はね、何度か見れますけど、ただね、下がってても演技が難しく見れません。見る位置によってもね、なんか見え方が違いますからね。本当におっしゃる通りです。ヒボ、ヒボ、ヒボ、これはカシマントラーズにとっては3点目の絶好機。でも西村さんもかなりうまく対応されてるんじゃないですかね。本選手はかなり興奮しますから、その中でね、同じようなテンションでやるとやっぱりちょっとね、本当ですよ、ギクシャクしますけど、うまくね、聞きながらねコントロールされてると思いますね。これまとめるだけで福田さん大変ですよね、はい、あの選手は自分のことしか考えてないですからいいか悪いかじゃないですから、ね、はい、正しいか正しくないかではないんでね、思ってることを言ってるんでね、はい、まあ、それを調整していい方向に持っていくのはやっぱりね、西村さんの仕事ですからね。さて誰が蹴ってくるか、遠藤かエベラウドも蹴るという理由で長い助走を取っています。パワーシュートでいいんじゃないですか。そうすると壁は絶対割れてはいけませんね。壁絶対割れちゃダメですね。助走を取ったエベラウド、打ってきた、こぼれ球、よくキャッチしました。圧倒的にボールを握りながら後半は戦っていますが、1点が遠い鹿島アントラーズ、惜しいシュートもいくつかありました。ちょっと笑い誘いましたけどね。ですね。出ろよ、無理であれって言ってましたけどね。かなり声が入りますからね。でもあれが本当にあのリアルな現場の戦いですね。あ、まあその通りですね。ベンチサイドは行けよというね。まあ、特にねディフェンスラインと前線とちょっと違かったりもしますし、はい、ベンチともやっぱ中とも違うこともありますからね、はい、最終的にはピッチの中で選手たち判断しなきゃいけないですからね、はい、接近戦を挑んだ中村拓海、中村健吾が入ってきた、三笘がえぐって折り合い、中村健吾40歳の誕生日、やっぱり役者だ、中村健吾バースデーゴール、玉川クラシコ川崎一歩前に出ました、2対1、まさに中村健吾です。いや、すごくないですかね。中川が待ってる、中川に合わせる、あ、後ろから松原に合わない、いやよく触った、今上りだと、上りだと懸命に走る、三笘走る、また三笘抜いた、三笘行く、小林優だ、とどめを刺しました、川崎フロンターレ、走った三笘、仕留めた小林、3対1。早いですね三笘ね、ドリブル見事、2年ぶりのタイトルへ一歩前に出るゴールです。ここからですからね、三笘ね、ドリブル入ったのね、渡辺をスピードで完全に置き去りにして、ここは股抜きですかね、チアゴマルティスと入れ替わって、よく落ち着いて小林見てましたね。三笘この右足のアウトサイド得意ですからね、すごい、あれだけ長い距離ドリブルして、まあ後半ね入ってきたとは言っても、でこの時間相当スプリントしている中で、周りをしっかり見ながらね、しっかりと選択肢をたくさん持ちながらいい判断したと思いますね。あとは小林をしっかり流し込みましたね。そして最後は
村上信次主審の花道を作ります。大きな拍手で送られます。何か牧野の胸には村上さんへのメッセージが書かれています。村上さんの笑顔が僕たちを気持ちよくプレーさせてくれました。牧野の粋な計らいです。さすが牧野ですね。最後は胴上げもありますか。実に公式戦は600試合以上主審を務めてきました。さあその村上信次主審の胴上げです。一度二度三度宙に舞いました。なかなか見られない光景ですよね、はい、スタンドからもお疲れ様の文字。浅田さん、この村上さんに対するリスペクトの気持ちが表れてますね。やっぱり選手たちみんな分かってますよね、はい、J1 で307試合、天皇杯45試合、リーグカップ戦では64試合、J2195 試合、J33 試合、公式戦614試合主審務めてきました。もう前線で何人か動き出していますが、うん、ここはエウベルに球が出して、ここにレオセアラ、そして中川がいる、そして西村がいる。西村ボレー、よしシュートもすごく難しいんですが、